はい、こんにちは、こんばんは。おはようございます。R です。トゥームレーダー4を喋りながらプレイ。5ですか、これ。トゥームレーダー5ですよね。ごめんなさいね、トゥームレーダー5。すまないわ。 ちゃんとすまなかったぐらい言えよ。お、あれが家ですか、ララの家ですか。ちょっとね、ムービーの、お、危ない危ない。ムービーのね、音がちっちゃくてね、何喋ってるかもわかんないし、ちょっと冒頭喋っちゃってさ、ね、ごめんなさいね。なんだっけ、ムーニーズ島だっけ。早速分かってねえよ。まあいいや。死んだ時とかに。死んだ時とかにコメントをね、見ながらやっていけばいいでしょう。ね、コメントありがとうございます。ね、すごいですね。コメントの数がすごいこと。このトゥームレーダーどんだけ人気あんだっていう話ですよ。あー、これ何これ。いきなり、なんかよくわかんないんだけど。ミリパックは？ああ、第1章さん。よし。出たよ。で、まあ、印象に残ってるコメントといえば、敵出るぞと。死ねということですね。過酷だぞと。メリパックなんとか、まあ、駆使していいけど、まあ、そんな感じですかね。やばいでしょ。このゲーム何考えてんだよ、本当に。OK？ もうこの頃からね、ちゃんとできる。できる。女！あ、危ない。やばいよ。だって武器がないっていうのはね、悪だよ、これ。本当に。ちょ、待ってよ、これ。もう、カクカクしすぎなんだよ。ララさんにね、カクつきがなくなったのはね、それはいいことだよ。ただしだよ。よっ。ん？どこ？下でいい？あー、もうわかんないもんな。あ、待て待て待て。ちょっと。あー、いけるか。あ、これ難しいんじゃねえの？このゲーム。ん？いける？あ、もういけない。よっ、ほい。うえ。うわ、これ難しいんじゃねえの？あ、ちょっと待って、あっぶね。おい、気をつけろよ、俺。俺だよ、俺気をつけるのは。あ、やばいって、これ。だ、ちょっと、これ。だって、武器がないんだぜ、これ。なんかデーモン臭するしさ。デーモン臭はしないか。あら、どうする、これ。降りたら最後の、これ、奈落くせんだよな、これ。不必要に登れるしさ。あー、どうしよう、これ。多分これもめり込んでいかない。あ、ララさんの格好いいな。お、半ズボンは履かないけど、半ズボンって言わない？今なんて言うんだろう。これやっぱベストがいいよね。ベストって言わない？ジレとか言うの。ある、洋服好きだから結構いろいろ聞くけど。うわ、あ、死んだかな。あ、大丈夫、影が見える。いやいやいや、助かった。拳銃だよ、拳銃。違う、メリバックじゃない。拳銃、バール、ボウガン、何でもいいんだ。攻撃できるものが欲しいんだよ。まだこれ奈落続いてる。奈落かどうかもよくわからん。あ、これやり直したくないな。ねえ、セーブ縛り大丈夫ですか？大丈夫じゃない。絶対大丈夫じゃないもん、これ。だってさ、て、ん？何？大丈夫？敵がね、出ないならまだしも、これ敵出るんでしょ？で、それもなんかさ、目に見えないお化けが出てくるでしょ？ちょっと勘弁してくれよ、これ SF じゃねえんだよ、このゲーム。え、何の音？マジで。雨の音？雨の音ってことにしとこうか。これ道合ってんのかな。やだな、これ。死にたくねえな、これ。あ、でですね、今、あ、今回ちょっとまたカメラじゃねえや、マイクの位置を変えてますね。スタンドから服の方に引っ掛けてやってます。はい、
まあね、声近い方が声は聞こえるしね。ボソボソ喋ってる R なんで、ね、こっちかな、うん、うわー待って、なんかララさんの化粧がおかしくないか。ちょっとやっぱあれですか、やっぱ若い子は厚化粧で化粧が下手くそっていう設定なんですかね。そんなこと言うとね、日本のね女子中学生に怒られるかもしれないけど、だからといってね、なんかお化粧しなきゃしないで洋服だけがなんか大人っぽくて、あれ？あれ？おいちょっと待って、戻ってきちゃったんだけど。あ、待ってくれよ。おい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 、あ？どうなってんだよ。え、これ落ちちゃいけないのかな。このパラパラしているのはあれかな、もしかしてこの崖とかの石がコロコロと落ちてくるっていうものを表現してるのかな。え、ちょっと待ってよ、そんなことはどうだっていいんだよ。俺はどこに行きゃいいんだよ。くっそ、これわざわざメディパックを用意したのが落ちたな、ざまあもう一回やれよっていう。あ、ダメダメダメ、こういうの苦手なんだって。あ、大暴れできないゲームはダメなんだよ。やべえやべえやべえ、敵がどうこうの話じゃねえよ。どこ行っていいのか分かんない。ああこれきついわこのゲーム。あ、つかえた、お危ねえ、このゲームやばいわ。あーまずいな。うん、もっと地形把握が必要だな。地形把握っつったってな、その雲の流れが速いことぐらいしか分かんないもんな。行きたいところに行けない。特別なんかヒントがあったね、ヒントのコメントはなかったもんな。多分まだみんなは普通に行けるんでしょ。全然なんでこんなところで迷ってんのっていう、違うんだよ、違う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 ね、なんでこんなところで迷ってんだよ、違うだろうっていう話でしょ。違うんだよ、俺はねここで迷うタイプの人間なんですよ。今掴めたんじゃないの、今掴める場所にいたんじゃないの。違う違う違う、よいしょ、おっ、あ、え、何、ここ掴めない場所。そうですか、暗いな。ちょうどいい具合に暗いね、嫌ですね。何が必要なの。注意力。あら困ったな、この感じだと落ちちゃいけないんだろうな。ねえ、落ちたら最初からやり直し食らったもんね。でもどこ行きゃよかったの。とりあえずカットするか。はい、とりあえず戻ってきまして、コメント読み返したら、呼んで出てきた例の技術が必要ですというコメントいただいてました。ありがとうございます。なんだろう、4から出てきたさ技術って何、全く記憶にないんだけど。3から出てきたのはハイハイだよね。4ってなんだっけ、新しいの組み合わせだよね多分。でもさ、アクションじゃないんだよね組み合わせって。もしくはレーザーサイトを使った全く新しいやつとかじゃなかったら、何、ロープアクションかな。ロープアクションも構わないけどさ、俺ロープアクションできる場所がねえんだけど。参りましたね。なんか行く方向としては向こうのね、木が
ね、ガチンされてる方だと思うんだけど、どこで間違えたんだろう。多分ここまでは合ってるはずなんだよ。ここしか行くとこないから。何分？ 11 分。ほら、もうセーブできるよ。進んでないのにセーブできちゃうよ。どうすんの？ほいよ。で、とりあえず登るじゃん。でだよ。ここまではいいと。ここからどうするじゃんよ。落ちちゃいけない。でも行くとこもないよ。よし。ここに登れるってことはそういうことなのかな。ロープアクション。ロープなんかないぜ。よし、一旦セーブしよう。多分ここまでは合ってるでしょう。だってわざわざ、ね、こんなことまでして、ここ、外れですってことはないでしょう。で、デーモンホール。悪魔の穴。穴にさえ落ちれない。この苦しみだよ。わかるか？どうしようかな。どうしようかな。あ、双眼鏡持ってる俺。あ、ちょっと、嘘。双眼鏡も持ってないよ。この女は、もう、手ぶらすぎんだろう。向こうか。1、2、ちょいやー。 届いてないよ。どうする？怖いわ。もう、早速こんなに、つっかえるとは思ってなかったもんよ。どうするよ。どこよ。あ、まさか、雲梯。あー、雲梯か。フォーカラって雲梯だよね。いや、ありがとうございます。ま、半ばありがとうございますなんだけど、俺も完璧に忘れてたって話なんでね。いや、助かった、助かった。何、コウモリ？暗いよ。フレア持ってる？この女、マジで準備悪いわ。準備が悪いやつは本当嫌いだわ、俺。ああ、待て待て待て、子供相手に、それはちょっとかわいそうか。そうだね、誰だってさ、若い時は難しいよね。分かんないよ。悪かった、悪かった。R の方が年上なんだから、そこはね、ちょっと、準備していきましょう。お、無理か。ここにいるわ。怖がることはない。ここにあるのは迷える魂のただの器。こうして肉の塊のようにぶら下がっているだけで何もしやしない。あなた誰なの？誰か何かと聞いた。人間界と霊界との間をさまようべく運命づけられたものだ。ある願いを急いで叶えないと、また闇の世界に引き戻されてしまう。願い？いいかい。石になった私の心臓は、このトネリコの木の根元に隠されている。二度ホグの竜が見張っているその下にあるんだ。探しておくれ。そしてあるべき場所に戻しておくれ。そしたらご褒美をあげよう。嘘じゃないって神に誓う？誓いたくても、ここには神がいない。私の魂は去った。その後はただ忘れられておしまいだ。
うわー、消えた。え、なんだって？石になった心臓をあるべき場所に帰る。何、燃やしていいってことかな。何分？ 16 分か。この焚き火にね、足を踏み、やめろバカ。何が絶叫聞けますよだ。ふざけんじゃねえ。これ絶叫でもだ。ん？なんだ君は。かわいいが即死なの？あ、怖い怖い、来ないで。くそくそ、踏め、踏み潰すんだよ。できんだろ。やれないのか。燃やせ燃やせって、焚き火があるから。ちょっと避けんじゃねえ。くそ、なんだよあいつよ、なんだよウキャキャって。あ、ちょ、燃えた。はぁ、もう、そういわ、触ってねえからよ。はい、このゲームのね、悪いところ。ムービーがね、飛ばせないんですよ。で、もう20分なんで一応セーブするけどさ、これセーブしたばっかだよね、こっからここまで。運転しただけだよ。これきついぜ。こっからセーブもうできないし、もうしないけど、これまずいよね。で、このゲームとりあえずもう俺追いかけられる運命ですから、もう逃げるしかないね。で、変な豚みたいな、なんだか知らないや、わかんないけど。うわぁ、これやばいぞ、このゲーム。本格的人殺しゲーになってきてた。まだ追っかける？もういいでしょ？もういいよね？ああ、よかったよかった。ああ、ちょろちょろしてるのがまだいっぱいいるんだけど。いっぱいっていうか。よかった、登ってきたかと思った。さすがに登ってきたら、アルさん引いちゃうわ。おお、どういうこと？あ、どういうことなの？あ、母じゃないよ。ははしょうもねえ、これ1からちょっとちまちまやっていくしかねえかな。これどこから来たのかとか、あととか別のところから来んのかな。ははあ、中に入れってことか。あ、知らん、お前は知らん。今日から出入り禁止だ。よし、いろんなところちょっと見ていくしかねえな、これ。あ、こいつ。さすがについてきたら焦るんだけど。ここは？また小屋か。ついてくる？大丈夫だね。どっか裏道からついてきたりしてね。足音が聞こえるのが嫌だね。1、2。よし。ね、上から落ちてくるとかさ。結構きついです、そういうの。さて、このゲームはね、何が拾えるかもよくわからないから。ああ、ピラニアじゃない。ネズミか。ネズミなら問題ない。ああ、登ってくるんだっけ。まあ、潜ってはね。下に潜ってれば大丈夫。あ、大丈夫。みんなで寄ってたかってだもんな。潜って。OK。こうすればね、大丈夫だから。ネズミ怖くないよ。どこかいいかな。ここは、まだ間違いの場所なのかな。で、ネズミをとりあえず、散らして、お、ネズミいなくなった？おお、助かった。ゆっくり探索ができるってもんだが、どうもここは違うのかな？それとも、違うんですね。俺がやりたかったのはそういうことじゃないですか。ここ捕まれないの？くそ。
酔うぞ、酔っちゃうぞ俺。何分 ?24 分。まだいけるぜ。全然いけるよ。よっ。あ、素晴らしい。このまま行こう。このままいけると信じよう。いける?あー、いけないか。ここからね、横飛び違うんだよね。わかったわかった。わかったわかった。無理させた俺が悪かったよ。でもね、いけると思うんだよね。ララさんのね、実力ならそこいけると思うんだよ。諦めんなよ。なんか今んとこもなんか登れそうだけど、あんましつこくやんない方がいいかな。でもな、このゲームしつこくいかないとし、あー死ぬゲームではあるんだが、ちょっと無理そうかな。これはまたお帰り用の、あ、わかったわかった。お帰り用の場所なんだろうね。よし。じゃあ、もう、とっとと、あの穴の中に入っていきましょうか。あ、怖い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 。こっちは?こっちはフレアがないから、なんとも、いかんともしがたいな。はい。で、こっちに出ると、オークがお出迎え。お出迎えしてくれない。助かった。はい、じゃあ運転げ運転げ。はい、行こうか。あいつは今後出てくるんですかね。もうあと500体ぐらい出てくるのかな。あ、よかった。コウモリも無限湧きだった。どうしようかと思った。このゲームのコウモリ最強ですからね。ちょっとどうしよう、どうしようもなく最強だからな。これ何?飛ぶ?あ、飛ばなかったけど、それまでよかったか。ほい。ほい、ララさんのウエスト。はい、行きましょう。どっちかな?導かれるままでいいのかな?このゲームに全自動水の中、泳げる気はないのかな?ちょ、呼吸がきついよ。早く出ようね。ふざけたこと言ってないで。まず先があるみたいだな。ここを息継ぎできればいいんだけど。あー、息継ぎができない。あー、くっそ、巧妙な罠だ。ひどいゲームだ。カメラアングル変わるな。よし、助かった。あ、まだ先があるな。あ、まずは息継ぎだね。ネズミはいないか。ちょっともうちょっと潜ってさ。あ、こっちか。こっち何があるの?シークレットですか?武器があると嬉しいんだけどな。あー、怖いな。出るのが怖い。うん、あ、出られない。脱出用か。脱出用のポットか。あ、酸素とね、チーズとありがとうございます。やっぱ酸素で 100% だと死んじゃうみたいですね。仕方がない。ってことは、ちょっと前にあったなんか酸素バーとかってあったじゃないですか。あの右上に出てくる HP とかのバーのことじゃなくて、本当にバーですよ、バー。あれも酸素 100% のものを吸ってるわけ。あれ?ちょっと入れないんだけど。じゃあ入ってよ。ここまで来たのに何門前払いからってんだよ。28分。まだだろ。まだいけん、まだいけんだろ。お、あー、どうしようかな。このゲーム何してるか分かんないからな。レバー、ここは、あー、つるっと。おいおいおい、ネズミ。あ、大丈夫大丈夫。でもね、ネズミ、あの敵が出るってことはね、正しい場所ですかね、これ。潜って潜って。危ない危ない。ここから出てきたんだっけ。あ、そうだね。はい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 。ね、呼吸が続く限りね、ララさん無敵ですからね。
あー全員来るね。あー来るね。これはあれかな、時間でどっか行くのかな、歩いた量とかで変わってくるのかな、ちょっとその辺が分かんないんだけど。どうもそんな感じですか。で向こうに行けばいいのかな。ちょっとネズミが出たらとにかくもう水の中潜って 1,2 とやり過ごした方が、カメラアングルやめろ。おいちょ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 、それは良くないよ。それは違うんじゃないか。何分、30分、30分だけどカットしてるからまだできるよね。何、飛びすぎたのがいけなかった。普通にジャンプでいいか。次はん、次はよっよっ、オッケー。で小屋の中に侵入すると、これあのムービーが入るたびに俺セーブしたいな。そうしないとね、ちょっとやってらんねえんだけどね。だがね、R の縛りとしてね、セーブは2回ってね言っちゃったんでね、まあ、こういう時はもうしょうがないよね。あ、危ねえ。むやみにアイテム取ってね、敵が出てアホ死ぬことはありえるからな。バイク？サイクリングかな。さあ、矢探しだ。拳銃。何これ？ヘビ？ん？大丈夫？なんで今左右見たの？キョロキョロっと。ちょっと、後ろめたさがあるわけ？ゴム？なんだろう？ウソップ輪ゴムなの？俺ワンピース見てないからさ、全然知らないんだけど、アーロン編ぐらいまでしか知らないんだけど。ちょっと待って、ね、あ、ここでもうやること終わっちゃったよ。あ、ゴム、待って、ゴムって何使えばいいの、ゴムって。使い道わかんないよ俺、ゴムの。うっそ、ゴム、どうする。誰かゴムの使い方、正しいゴムの使い方講座開いてくれ、マジで。ゴムか。あ、でもね、このゲーム、あ、ちょっと待って、俺落ちてきたんだからダメだよね、戻んないと。ねえ、このゲームはダメだわもう言わなくなったし、ああ間違えた、ね、ダメだわも言わないし、全然ララさん反応してくんないんで、ちょ早く、死ぬ。あれ、あ、俺間違えちゃった、戻らなきゃっつってんのに、本当に入り口に戻ってきちゃった。ちょ、戻るよ、ちょっと。そうだから、鍵、ゴムはなんか鍵で使うんでしょう、キーアイテムとして使うんだろうから、どこかしらでね使う場面が出てくると思うんだけど、アクションボタン連打で行くしかないかな。もしかしたらこの辺でね、もう全然お構いなしに使えるものかもしれないし。まあ例えばね、この辺の扉でさ、もう輪ゴムが出てくるとか。なんだろう。普通に考えて分からねえんだけど、ゴムの使い方が。まあ、いかようにも使えるっていうものではね、あるんだけど。まあ、だからこういうところもさ、ちょっともう一回調べたんだよね。
ここでゴムを使うのかもしれない。やーべえ、むやみだよな。おっと、34分だけど、ちょうどいいですかね。あー、入っちゃった。まあ、ムービーの分が 1,2 分かな。それでもまあ 1,2 分か。で、次はどこに行くかだね。こいつ鬱陶しいからな。ひゃひゃ。おお、ちょうどなんか導かれたようにこっち来れたけど、もう寄ってくんなよ、寄ってくんなよ。あ、追ってきてるよ。ははー、冗談じゃねえぜ。ははー、ちょっと待ってね。ははは、なんだよこいつの走り方、気持ち悪いなこれ。何この子、何なの？これ上登れるでしょ。ははよしよし、一旦ここでもう終わりにしよう。ここまでは登ってこれまい。お前ジャンプできないんだもんな。ジャンプできる子だったらもう大変だよこっち。あー、バールで、バールさえあればなんとかできそうな。諦めたか。全然諦めてねえもんな。すごい高笑いだな。ここも必要かな。もしかしたら普通に向こう、あの下から通って行った方が良かったのかもしれない。OK。じゃあ今回これで終わりにします。37分だけど、何分になってるかな。ご視聴ありがとうございました。